タンカーン、諸注意、並びにクレジットのこと。朗読、武士道の山。作、ニトベイナゾウ。語り、アンコ。CV、アシタガヨモギ。武士道は、斜面緩やかなる山なり。されど、ここかしこに覆う急峻なる地激。または春晩なきにしもあらず、この山はこれに住む人の種類に従って、ほぼ母体に区分するおえでし、そのふもとに依属する輩は、強悍なる精神と、不規律なる体力と有して、重力に誇り、軽微なる憤怒にも、これを試みんと欲する。そやかん、ヒップの隣、彼らはいわゆる、野著武者、にして、戦時には軍隊の卒業なし、平時には社会の、乱したり、さらに放天ずれば、ここに他種の人の住するを見る。三六総林の住民よりも、進歩したる一階級の民なり、彼らは重力に凄まず、野著の族と異なりて、奉仕なる残虐、また悪行を楽しみとせずといえども、なおその限られたる勢力を行わんことを喜びとなし、傲慢尊大にして、子分に対しての親分たるを好む。その最も心よしとするところは、自己の威信あるを感ずること、すなわち人より服従せられることなり、最もあれを憤慢せしむる者は、その権力の信頼せられること、すなわち抑圧をこむることなり、彼らは戦場にありては、勇敢なる家臣となり、平時には最も厭うべき、俗理となる、この類の重地よりも高くして、さらに一体あり、その住民は、野獣的にもあらず、また傲慢にもあらず、多少の学術を愛し、書を読み、多くは経済法律の書法を学びて、しかして町長大問題を論ず、その眼界は、法律政治の外に出ず、その文学は、小説と三文詩かとに限られ、科学は新聞紙上にて読む者の以外に、少しも留意せず、彼らの態度は、野鳥、のそやと、彼らの直下にある者の、言春等を出して、その仲間の者には敏腕に、上級者に対しては窮屈に、下級者に対しては威張る。彼らは神髄武士道の新参者と称すべく、その数や、多大なり、彼らの中よりして、軍隊の将校を出し、また政府の事務を司るの、高利を出す。さらに高きところに、一地区あり、ここには武士中高等なる階級の者繁栄し、軍隊の将軍と、日常生活における思想行為の指導者と有す。下にある者には愛せられて、常に威厳を保ち、上にある者には丁重にして、決して自信を失わず、されど彼らの紳士的態度の他には、柔和なるよりも、むしろ多くの厳格なる者を有し、彼らの親切には、同情よりもむしろ多くの自覚的謙譲あり、彼らの至高なる精神的態度は、愛情よりもむしろ、多くの憐憫を示す。彼らは何時に語るに、親切聡明なる事物をもってし、何時はその世を返し、その後を記憶す。されど彼らの声は、何時らの裏に生きて存留せず、彼らの何時を見るや、何時はその眼光の透徹なるに驚く。されど彼らの目の先行派、彼らの何時を猿と共に起ゆ。何時は瞬間菊たる三景をよじ、至高の地帯に登りて、武士の最高なるものを民とするや、ここにありては、何時を迎えうるに、すこぶる柔和なる民族の、豪も軍人的ならず、その要望態度ほとんど、婦人に類するものあり、何時は彼らを見て、不不なるやいなやを疑わんとす。何時は一見もって、彼らを凡人視することもあらん。彼らは尊大ならず、何時は容易に彼らに近づくおえべく、
彼らの親しみやすきがゆえに、慣れやすしとなさん。されど汝は、近づかざらんとするも、あたわざるがゆえに、彼らに接しくることなるを、知らん。彼らは貴賤、大小、老幼、賢愚と等しく交わり、その態度は、感が優美なりというもおるか。愛情はその目より輝き、その唇に振る。彼らの狂いや、騒然たる訓風吹き渡り、彼らの猿や、母人が真理の断気なを損す。枠を照らわずして教え、恩を加えずして保護し、解かずして貸し、助けずして補い、施さずして救い、薬事を与えずして癒し、論破せずして振幅せしむ。彼らは小児のごとく戯れかつわら、彼らのおどけは無邪気というもなかなかに、罪を恥ずかしむるものなり、彼らの笑いはかすかなりといえども、なえたる霊魂をすせいせしむ。彼らの小児らしきは、罪ある良心をして、純潔を羨望せしむ。彼ら半ば、その涙は人の重荷を洗い去る。そもそも、これらの武夫の重する事態は、すなわちキリストの徒と、共なり。39年2月、台南にて。ご視聴ありがとうございました。